呂部カデラは、横浜市神奈川区三津沢上町にある本門仏、立僧の寺院。ブラジル、スリランカ、インド、ネパール、アメリカ、イタリア、シンガポール、韓国などで、布教活動のほか、大地震などの災害時に復興支援活動を行っている。昭和三十二年、初代住職の日、広志商人が本門仏、立僧の全米布教総監として、戦後初めて、 ブラジルへと行う。日広司商人は勝ち組負け組問題で対立していた日系人社会に鳩山一郎首相の書簡を届け、ブラジル各地の本物、物、立想の寺院や映画館などで講演会や上映会を実施した。コーヒーの壺と題された日、広司商人の講演や日本の風景を映した16ミリフィルムの映像が多くの人の感動を呼び、 戦後の混乱の中に希望を与えたと言われる。日広市商人はブラジルに仏教を伝えた茨城日、水上人の名友としてその後もブラジルを支援し続け、昭和39年にも再度ブラジルへ渡航。現在ブラジルには本門仏、立僧の寺院が11カ時建立されている。第2大住職の商婦院費、総商人もブラジルへ渡航し、布教活動を継続。 日、広市商人の長男で現現在神奈川県山和市にある松寿方神寺の住職である清水泉洋はブラジルに6年間赴任し各地の住職として現地で活動を行った現在の第三代住職もその流れを引き継ぎブラジルの他スリランカ、インド、ネパールなどでも活動を開始した二千四年にスリランカ、インド二千五年にアメリカ 2006年にイタリア、2007年にブラジル、シンガポール、韓国などを訪問するなど、海外での仏教再興と国際平和に努めている。スマトラ沖地震津波災害の復興支援活動、フィリピンを襲った台風30号、ヨランダの災害支援、ネパール大地震の復興支援活動などを実施した。各世代ごとに教えを学び、 活動を共にする7つの活動コミュニティが存在する。カオルカ会、青年会、ボーイスカウト、ガールスカウト、総年会、婦人会、商風会の7つのコミュニティを教養会と呼ぶ。葬儀、専属用のほか初参り、753、成人式、結婚式などを行っている。普段にで気軽に聴けるクラシック。 音楽は耳でなく全身で聴くというコンセプトのもと、若手演奏家による小さな演奏会を全国各地で開催し、タイトルの通り、年間100万人にクラシックライブを届けようと活動している一般財団法人100万人のクラシックライブに賛同し、第二本堂内にて定期的にクラシックコンサートを開催している。体や心の病、人間関係、家庭問題、 心霊現象、いじめ、先祖供養や葬儀などについて、僧侶による30分間の無料相談を受け付けている。ウェブサイトから申し込み可能。妙部下寺の僧侶がホスト役になり、普段は会議室や集会場として使われているガラスの間をアレンジし、テーブルにキャンドルをあしらい、ピアノジャズを BGM にした本格的な雰囲気の中、毎月一晩だけ開店しているバー。 平成17年から開店しており、お坊さんと気軽に話ができる場として、好評を博している。申し込み不要、開催日はウェブサイトで案内されている。数ヶ月に一度、マグマスパスタジオインセアのインストラクターによるヨガが、本堂にて開催されている。前半30分は、インストラクターの指導によるヨガを、後半30分は僧侶による仏教的ヨガを行う。 地域の子供に無料で勉強を教える寺小屋を実施している町内館王会。お寺の特徴でもあるライトアップされた満開の夜桜の下でカラオケ無料で各種屋台を用意し近隣の方との交流を行う。昭和諸島物立港東京を第二支部と言われた乗ミ寺系の信徒が強家や移転により横浜地区に増加し本営組。 ホム・アキラが設立され、ノ泉寺,寺から受け持ち教務が派遣されるようになった。清水正志氏も昭和7年に奉公を実施。その後、グズはさらに展開し、横浜地区への親会場混流の声が高まり、昭和18年、西区、岡野町の住居を取得、待望の神奈川名称協会が設立され、非、広志商人が初代住職として就任。 当時の信徒数は180個。昭和20年、戦争末期の横浜大空襲で、市街中心地の大半を消失。東山も焼夷弾を被弾したが、必死の消火活動により、母や程度で消失を免れる。450個までに増加した信徒も、疎開等で離散し、80個に減少、終戦を迎える。終戦後の混乱の中、 新しい時代の幕開けとともに助教などの大愚弓運動を展開、信徒は再び450個に増加。昭和22年、妙部下寺として、事後交渉、内外2004名の参詣を得て、開園式を挙行。以後、非、広市商人の原式中にも自愛に満ちた指導により、文教区、文連合を繰り返しながら、八区の勢いで愚弓が進展。昭和25年、 新都教養士、和美発行。戦後の物資のままならない状況ながら、新都教養の書籍の不足により、全国の希望人員に配布し、就問神的な役割も担い、その後12年間にわたり発行。また、教養部活動にも力を入れ、香るかかい青年会の行事は、地域の子どもたちにも開かれたものだった。その後、青少年教育の一環として、 ボーイスカウト横浜第35弾を設立。日広市商人は社会福祉事業にも数多く取り組み、昭和25年に児童養護施設、ゆりかご園を開設。昭和26年からは箱根療養所へ異門活動を実施。毎月の王う笹子捧ぐ治む、また年に一度の大園遊ぶ会は外出のままならない患者さんや職員の何よりの楽しみとして、 10年にわたり、毎年開催。また、昭和37年には、信者の勇士を募り、マイクロバスを剣納。昭和27年、戦争の混乱で恩心の途絶えていたブラジルから、日水商人が、大寺、日、広市商人と、大いに意気投合する。その折、日水商人の要請を受け、開港100年記念暴行の一環として非、 広志商人主導の元宗門に海外グズ総局が開設し、昭和30年第1回ブラジル巡教が実施。日広志商人は第11世以降ウビサ商人の随伴として同行。お絵式、お幸、お助教、講演会などを通し、ブラジルグズの基礎固めとなる多大な成果を挙げる。このブラジル巡教を記念して、神と増加一い大和方面の信者のため、 別院建立を発願、大和に土地を取得した。昭和39年に日、広市商人は、第15世紀を有避明日商人の随伴として、大病を押して、第2回のブラジル巡京に同行。昭和33年、墓地の骨道建立のため、現在の所在地となる三沢に土地を取得。昭和39年、別院完成。昭和41年、 妙武家寺は二級寺院に昇格。その記念暴行として、この年、京家五百個、助業三万回の誓願を成就。妙武家寺の石を築き、世界を股にかけて奉公をした日、広市商人は、命をば、妙法蓮華に建り館舎をかけてやりし日もあり、わっはっは良きも悪しきも根性はまずはこれまであとは、来世でと豪傑な時世の句を読み、昭和四十二年五月四日、 宝庫と武器十二歳をもって宣言、一つの時代の節目を迎えた。日、広司商人の後継として、ご高村冷やした商人の指導の下、日、広司商人の即女の夫の長松清涼氏を、住職大務として就任、昭和四十四年に正式に、第二代住職となる。まだ二十代の若き住職のもと、妙部家寺の新たな時代が始まった。清涼氏は、日、 広ロ商人の伝統を守り、さらに発展させるために、非、広ロ商人の五年会に合わせた中長期の、クズ計画を立て、強行一体となって図、クズ奉公を務める。昭和44年美白商人後三回行き、笹具をむ、記念事業として、戸塚か別院を建立。また、現在も続く、妙部か寺法の発刊。信者みんなが心から楽しめる行事をと、 大運動会を開催、囲碁景品グループの一大イベントとして30年に、渡り毎年開催。昭和45年、ガールスカウト神奈川第24弾発弾。妙部カデラの特色の一つでもあるカオルカ会、青年会、ボーイスカウトガールスカウトの、教養4回は、協力しながら、青少年の育成に励んでいる。昭和47年、日。 広市商人後七回期の記念事業として、三沢に新本堂建立、移転。他の町の旧本堂は、信者みんなの手により解体された。翌48年には、開園式が、挙行、2400名の参詣でにぎわった。昭和51年、教養会館建立。ボーイスカウトガールスカウトなどの集会室に合わせ、教務は寺内に住むべきとの先住の意向により、 教務住宅が併設された。昭和54年、先住53回期の記念事業として、大和別院新本堂が完成。昭和62年には、第二本堂を建立。ガラス製のご本尊、ご宝前は、洋式の結婚式も行えるようにとの日、総商人の意向で、新時代の寺院として、新聞やテレビでも報道された。平成元年、 町内の方との交流のため、第1回官王会を開催。現在も春の町内開業時として広く認知され、毎年多くの賑わいを見せている。平成5年4月3日、非、総商人は観王会の準備中に自転車で崖から、転落、脳座傷から、意識不明となった。この大変な事態に対し、信徒は一丸となって、昼夜を分かったぬ。 不眠不休のお助行を実施49日目となる5月21日、奇跡的に意識を回復し、その後、後遺症も全くなく、方向に復帰、現象のご利益を信者に表した。その間、門祖会合わせ日、広市商人後27回帰を無事捧ぐおさむ、秋の高祖会には、明部家寺創立50周年記念式典が盛大に開催された。日、 広ロ商人が作られた土台の上に、さらに様々な発案によって大きく妙部下デラを発展させた日、総商人は、その方向を更新に譲るように、平成12年6月14日、62歳にて、宣言。日総商人5宣言の後、日総商人の子息、清志淳氏が、第三代住職として就任。何より信者を大事にする日、 広ロ商人からの伝統を受け継ぎつつ、明部カデラ法の刷新、ホームページの解説、狂気運動の一時廃止に合わせて、菩薩進行用のための菩薩の近い運動の開始、感動あるお絵式、おこう、捧ぐおさむの改良、脳筋事務の改善、スリランカ、シンガポール、イタリア、ブラジル、インド、ネパールなどへの海外暴行、ウェブカメラを使った遠隔地おこうの実施など、 豊富な社会経験と揺るぎない新人に、裏付けされた数々の宝庫を打ち出し、信者に愛されるお寺、世間に開かれたお寺として、教皇一体となって、宝庫に邁進している。住職は、長松清潤。昭和44年、京都市で誕生。幕末維新の仏教会各社、長松政府より五代目、長松家宗主。本門仏。 立祖由緒所寺院京都長松寺、横浜名部下寺住職、長野本明寺寺前住職、京都物立ミュージアム館長、物立生活文化研究所代表理事、100万人のクラシックライブ理事、渋谷龍馬会特別顧問、日蓮聖人門下連合会理事、幅広い世代の20名前後の教務が在籍しており、神徒の専属用や葬儀のほか、 身体や心の病、人間関係、家庭問題、心霊現象、いじめなどの相談に対応している。また、僧侶の無料相談を開設しており、信徒以外からの相談も無料で受け付けている。地下鉄、三沢上町より、徒歩10分。バス停、中丸、または、神大寺入口下車、徒歩5分。ありがとうございます。